イカ天って知らない？昔そういう音楽番組があったんですよ。アイドルグループで活動してて、将来何やってる人？音楽学校でね、講師やったり私、シンガーソングライターになりたくて、本当は歌が歌いたくて上京して、全く当てがなかったんで、とりあえずアイドルに。ダッサ。そんなみんなに聴いてほしい曲があります。知ったかぶりな大人、噛み合わない言葉、飽きちゃった非日常、物足りない非日常。古いギターと二人きり、逆転劇を始めましょう。曲もこんなに書き留めて、一番気に入ってるのはこの曲で、まずは熊田さんに聴いてほしくて。30年逃げ回って、それじゃまた同じじゃないですか。私はもう逃げません。これか。いや、それだよ。もう一回やんないか、馬の骨。イカ天って知らない？昔そういう音楽番組があったんだって。なんていうバンドですか？あ、馬の骨だっけ。あの時の馬の骨は馬の骨どこの馬の骨だかわかんないけど、ダッサ。ロック少女、ロック少女、ロックワン、ロック少女。御社名、あ、一応馬の骨。馬の骨。